はい、雨の中でございますがね、前方後円符をねちょっと取りに行きましょうか。浮かずにもね、前方後円符を見てなかったで、これをねえ、それいかんな。まあちょっと小ぶりですからね、高さ悪いんやけどね、これ全長5、60メートルありますかね。まあね、このこんな小ぶりのやつは回ってないからね、前方後円符はだいたい300メートル超えないとね、回り回っておもろないからね。はい、まあ、車大丈夫かね。高さはそこそこありますけどね。高取町はね、なんか800基ぐらい古墳があるというようなことを今おっしゃっておられたんだけどね、やっぱり古墳でも小さいの多いんでしょうね、巨大古墳じゃなくて。これなかなか形、面白い形してるね。これほんまに前方後円符？見た感じはなんか総墳みたいな感じやけどね。ああ、丸くなってるね。じゃあこっちが後円墳かな。はい、ここに看板があるから見てみましょうか、看板を。全体像は、ああ、わからんな、全体像は。これじゃ高山君ねえ、全体像がわかりませんな。これ見てみましょうか。これでね、なんとなくやね。はい、まあ、ちょっと行ってみましょうか。横から回ってみましょうかね。今ちょうど後円墳の方でしょうかね。お、あ、登れますね。これ後でまた造営したんでしょうね、これね。綺麗に持ってますね、土をね。これどうやろう、分かりづらいね、これでは。ここから見ると総本か、こんな感じしか見えないんだけどね。上は上がれませんか、そこまでしか。はい、ちょっと上がらせてもらおうか。はい、失礼します。あ、中見えないかな。あ、トルコの跡がありますね、トルコの跡がね、石棺のね。はい、上がってみましょう。中見えませんね。残念でございました。どうやろう、近づいたら見えるとか、そんなことないか。あ、残念やね。はい、よくはちょっと古墳の中歩けそうやね。歩いてみましょうか。お、滑るか。この高さでございます。雨の中誰もおりませんわ。あ、滑らないね、これは。ここは大丈夫やわ。右上がってみますか。右に道があるんでね、こっちを上がってみましょう。あ、これは滑るわ。あ、これは滑るわ。これは滑りますわ。これは下れませんね、これは。危ないで。はい、この上、この中まだ入りませんかね。違う、養生所マウンドね。後でマウンドおそらくもらいましたね、これね。こんなんでね、ちょっとなんかいびつなんだけどね、思ったよりもね。で、前方部の方が高くなってる、高くなってます。ああ、そうやね、こう高くなってるからね、イメージ的に総本みたいに見えんねんな。こんなような高さで見ることね。はい、これ見てみましょう。ああ、なるほど。こうやって見たらね、イメージがわかります。ちょっと小さいけどね、小ぶりございますけどね。ねえ、どこや、斎明天皇陵があの辺かな。
ちょっとわからんな、これじゃ。このね、あっちが真弓、あの奥が、わからんな。あの、ずっと奥が、ちょっとわからんけど。はい、こんな感じです。畑の中にほとんどね、あるんですよね。これは降りれるかね、どっから降りるかね、これは滑るぞ。ね、反対から見てみたいんだけどね、見えんかな、反対。反対は、どこ降りれませんか。お、これなら降りれそうやな、ここ。この木が一本、一本残ってます、木が。お、これなんとか降りれそう。はい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 。ちょっとなんかいびつだけどね、思ったよりもね。あの、方墳の方からね、ちょっと見たいんだけどね、方墳の方からね。はい、滑るからちょっと用心して。はい、ここから行けよ。あら、これ畑になってんの、これ。ちゃうか。ここね、ここでみんな歩いてます、ここで。ね。ここから。ああ、やっぱり小さいわ。これ。総合本みたいな感じで、車内ね、これね。向こうから見たらなんとかならんかね。どうや、これ、ここから。どうや、どうや。これ、やっぱり、ゴーゴー掘ってあったんだ、これね。こんなんですからね。これ、小さい、やっぱりね。雨でね、全然ダメですわ。滑って上がれないです、上。ここは歩きたいんだけど、下をね。どうしましょう。濡れてんだけど、ものすごく。ここ歩けんかね。ここ歩いていくか、ここ。こんな感じですよ。ちょっと崩れてる手前がね、わからない。この辺はちゃんと修復されたんだろうね、これ。あの向こうにもね、宮塚古墳があるんだけどね。なんか何基もあると言われには説明してくれんかったね、あのお姉さんは。あれがね、ここの前方公園を何基か歩いて言うとったけどね。まあ、後で調べてみましょう。どれぐらいあるか。まあ、今日はね、初めて来たんで。ここやって真ん中やろうか、そこやろう。まあ、小りほんまに小りのね、こんな前方公園もなかなか少ないんですけどね、小りのやつはね。形がね、ちょっとね、うん、ちょっとね、あんまりいい感じはしないな、これは。だから反対から見たらまだまだね、円風を見ときゃなんとかなるけど。はい、これが鳩山古墳でございました。ありがとうございました。